かわいいクマ、なにこれ、あれ？プリンセスとプリンスみたいな。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ何分見ようかな。9時10分ぐらいになったら言いたいと思います。じゃあそれまでは一緒に大富豪やりましょう。 ベットしまくります。今大富豪なんですけど、なんかこの間、じゃあこの間ってか、この間ん昨日か、公園でさ、その公演始まる前に大富豪が始まってみんなでやってたんですよ。その時にさ、10期生の西美桜ちゃん、西美桜ちゃんだよ、西美桜ちゃんと当たって、でも一緒にいないじゃないですか、いう公園にいたから、めっちゃ恥ずかしかった っていう話です。では、割と早くいない、なんかそんなに引っ張ってもみたいな感じかなと思ったので、あやめるさんとも当たりましたね。いう大貧民から大富豪になった、その時。では始めたいと思います。いけ。大富豪、なんかさ、いう大富豪の人がさ、そのルーム作るとかも知らなくて、昨日みゆちゃんが公園にいたんですけど、全部教えてくれました。メンバー立てだとさ、ちょっと気まずくない？緊張するし、普通に。お、でも S 推しの人と当たったな。やったね。何してよ。待って、これさ、配信しながらちょっととか頭いいことできないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと応援しといてください。ピコリ頑張るぞ。まあこういうのはね、ノリで行くんですよ。ゆう階段。で、階段しました今。で、4の3枚出しする。みんなパスしてくれる？え、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。こんばんは。ちょっと今ゲーム中です。大富豪やってます。なんかさ、これさ、大富豪でさ、大貧民に落とされたらすごいさ、もう辛いんだよね、本当に辛くて、超辛い。出したい。ねえねえ、最後さ、スペードの3で上がったら反則上がりだっけ？やり方わかんないよ。え、待って、やばい、終わったわ。言う反則負けする はず。嫌なんだけど、やめてよ。反則負けします。反則負けや。言う、あ、普通に反則負けとかじゃなくて、普通に負けた、負けました。よく頑張りました。でもさ、かわいい、なんか落ちてきたんだけど、カタツムリ？え？カタツムリじゃないわ。花？かわいい。負けた。くそー。あ、今から大富豪のコメント変えるので、みんな一瞬だけ YOU のカードセットして、いいね押してください。すいません、お願いします。ちょっとこの配信を見てくださってる皆さんは、1時間だけ YOU のカードちょっと使ってね。今自分の順位で10位なんだけど、うれしい。やいやいや、
最直さんのイベント、なんか昨日のそのチームメイスの楽屋のなんか団結感みたいな、なんかめっちゃ面白かった。すごい団結してたんです。え、フルデッキだよって嬉しい、ありがとうございます。やった。今日はあの定期的にコメントをボンボン変えていくので、気づいたらポチってください。ぜひお願いします。今までさ、ショールームやりながら大富豪言うできなかったじゃないですか。でもそれをなんとかできるようにしたので、ちょっと1ヶ月間は長い戦いだからさ、みんなも本当に疲れたと思ったらちゃんと休憩してやりましょう、一緒に。正直さ、言われたんだよね、ゆ、あのゆがもし3日間できてたらすごいんじゃないって言われたんですけど、まあ、今回は1ヶ月という長い戦いなので私も頑張りたいなと思います。でもさ、そのユウが年齢的にね、そんな時間ダメらしくて、だからできる時にやるんですけど、そう、お昼は普通に学校終わったりとかしてできないし、夜今カメフレのカード書いたりしてて、あとめちゃめちゃ残ってて、いろいろやることが大量発生してて何とも言えないんですけども、頑張っております。大富豪も重大発表終わっちゃった感じ。あ、そうだ、いや発表するんだった。あ、もういいかな。どうします、もうちょい待つ？もうちょい待っとくかな。じゃあもうちょい待ちます。自分のランキングで1位取ろうかな。え、あり？そうしよっかな、ゆう。でもさ、多分さ、やり続ければゆう取れるんだよね。多分。4、1、10、100、1000、万、10、45万でしょ？ 1 位の人が1、10、100、1000、万、10、100万。おー、待って。めちゃめちゃ離れてた。でもゆうさ、この大富豪のさ、自分のランキング見るのめっちゃ好きで、みんなが頑張ってくれてるのちゃんと見てるので、ちょっと皆さんお願いします。ランキング見るの好きなんだ。なんかさ、10分ごとにぐらいで更新されるじゃん。だから、あ、今やってんじゃん、動いてんじゃんみたいなのが分かるんですよね。100位までしか見れないけど、みんな監視してるよ。監視、ショールームじゃない、大富豪ランキング監視。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃですね。じゃあこのショールーム配信1時間しかできないんですけど、いう時間的にまでの目標は、今の順位より3個上げることです。頑張ります。でも今ベッドタイムなので、できるだけベッドしていきたいと思います。今私はユウのランキング27位。見よ。見る。ディ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 、27。見っけ見っけ。そう、今言う10位なんですよ。だから、まあ、今日7位ぐらいになれたらいいかなと思ってんですけど、いけるかな。でも結構離れてんな。頑張る。ちょっと7は無理かもしれないけど、最
最終ランキングは優を超えることも目標にします。あ、ぜひ。昔ベッドタイムに優と当たったな。あ、当たったよね。当たった当たった。昨日はあやむらさんと当たりました。じゃあそろそろ行っちゃおっかな。そんなに貯めることでもないんですよね。でもなんかちょっと口で説明したいから、ちょっと大富豪一旦終わりますね。これと、はい、実は6月1日からサイリウム買いました。はい、そうなんです。あ、これ重要？あ、そうなんです。実はサイリウム今日から変わりました。だからあのホームページ変わってるんですよ。だからなんか発表するまでに気づかれたらあれだなと思ってたんですけど、あの気づかれなかったのでよかったです。明日誕生日です。おめでとう。そうで、なんか昨日黄色水色黄色最後で言いたかったの、ユウも買いますって。だけどあの6月1日までは言わないでくださいって言われてて、だから昨日めっちゃなんかモヤモヤしてて、自分の中でうわ言いたい言いたいと思いながらちょっと困ってたので、ちょっとモヤ顔がちょっと DMM とかに映ってたらすごい嫌なんですけど、そう赤ピンクにしました。だからなんかその黄色水色黄色大好きなんですよ、ユウも。自分の好きな色を選んでそのサイリウムに最初したから、だからあのもし黄色水色黄色まだ振りたかったら全然振ってもらって嬉しいんですけど、実はこの色に変えましたっていうご報告です。結構重要な話だなので、ちょっとだけあのテロップ変えますね。あ、待って待って、間違えた間違えた。ちょっとそのあのなんかいろいろと勘違いされたりとかしたようなので、口で今からなんで変えたのかっていうのを説明したいと思います。はい、ということで今から、まあ、ちょっと皆さん大富豪やりながらで全然大丈夫だし、ラジオ感覚でゆうがなんで変えたのかっていうのを聞いていただければなって思うんですけど、あのこの色皆さん見覚えあると思うんですけど、私の大好きな同期の一人のカラーなんですね。で、ユウが今まで使ってた色が黄色水色黄色で、もう一人同期がいるんですけど、私にはあの黄色と青だったんですよ。で、ユウ今までずっと2色にしたいって言ってたの、知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、そう、ユウはずっと2本にしたいなって言ってて、で黄色と水色にするつもりだったんですけど、ユウがふにゃふにゃしてる間にあのその色の子ができちゃったので、結局変えずに3本でやってたんですよ。で、まあ、2本にしたいなって思っていろいろ考えてた時に、あの2人がね、あの卒業してしまうっていうことを聞いて、なんかもしユウが日本に帰るんだったらこの2人の色かなってそこで思ってたんですけど、でどっちにしようって考えたんですよ。黄色と青、今まで使ってた色に似てるから、そっちのニシピの色ももらうのはすごいありだなと思って、でシーちゃんの色もいいなと思って迷ってたんですけど、そのまあこのユウの人生の中で、あのなんていうんですか、そのアイドル人生あの一度きりというか、人生で一度っていうんですか、一回きりじゃないですか、始まってから終わるま でその中でなんかいろんなことしたいなって思って、どうせだったら自分とは全く違うタイプだった私の姉の全く違う色を
もらおうっていうことになってこの色にしました。だからあの黄色と黄色のイメージがねめちゃめちゃ強いと思うんですよ。だからなんでこの色に変えたのとか変えてほしくなかったっていう意見ももしかしたらあるかもしれないんですけど、ユウはマネージャーさんにねこのアサイリウム変えたいですって言ってからなんか迷うことなかったし、あやっぱりやめたいと思うこともなかったし、あの全く後悔してないし、言ってからもうこれになる気満々だったので、そう特に個人的にはすごいスッキリしてますけど今言えて。ただ昨日最後だったんですよ実は。だからそれを言いたかったなっていうのはあったけど、言えあの6月1日厳守でお願いしますって言われてたから、まあ一応ちょっとみんなのコメント見れてなかった。泣いちゃう嬉しいって、あ渚ちゃん、そうだからあの割とそこそこ重要な話っていうのはこのことだったんですけど、そういろいろ迷ったんだよね今。でなんでさらに変えたかっていうと、まあ髪振りの色いう黄色なんですけど、それは変えないじゃないですか。あ変えないんですよ。でもし髪振りで優が黄色っていう担当があるんだったら、そのチーム S、 その SK のチーム S としてなんかもっと違うねことができたらいいなと思ってこの2色にしました。だからあのニスピの方の黄色と青の色は優が今まで使ってた色と似てるし、優は黄色をあの今も髪触れで背負ってるのでこっちにしようと思ってしましたっていう報告でした。そこそこ重要な話でした。終わり。赤とピンクです。そうなの。だからちょっとこれ実はしーちゃんにもまだ言ってなくて、あの配信が終わったら LINE したいと思います。色をもらったよと LINE します。これやっぱり大事な話だった。ゆうちょっとしくったな、それはしくりました。そうそうそう、だからあのツイッターにも書くべきだと思うんですけど、なかなか私太田にツイッター動かすことが得意ではない人間なので、一応ツイートは頑張ります。あ、今伝えられないの？あ、今伝えますね。じゃあ LINE する今から。LINE じゃあ行きます。しーちゃんゆうサイリウムひいちゃんのもらったって送りました。ちょっと隠す。送っときました。そうなんです、実はね変えちゃったんです。だからあの今まで 2,3 年使ってきた黄色水色黄色はあの U の1個目のストーリーということで、まあ、そういう受け取り方をしてもらえばすごく嬉しいなと思います。そうなんですよね。だから普通に言う今日朝から公式プロフィール変わってたんですよ実は。だからバレないように何も、公式プロフィールなんて毎日見るもんじゃないからバレないよなと思ってたからいいんですけど、そう実は変えましたっていう話をできたのでよかったです。ということで大富豪コメント変えていきたいと思います。大富豪のコメントさ変えるのさ結構さ大変なんだよね。
待って待って、なんかね、言葉がない、言葉がない。よし、買いました。そうだからさ、あの正直さ、今までさサイリウムをね変えてた、あの皆さんどうやって変えてたんだろうっていう思いはあったんですよ。なんだけどなんかよく分かんなかったから、あもうみんなに直接言えるのってショールームしかないなと思って、ショールームやったっていうところでございます。ありがとうございました。なので、あの今から大富豪やる人は、あの U のデッキを1枚でも入れてもらって、あのいいねを押してもらえるととても嬉しいなと思います。え待って、 U12 になってる、ねえやだ、やります。良き報告でした、ありがとうございます。みんなでも想像もしてなかったでしょ、正直。ユウ、あの姉二人、同期のですね、姉二人の卒業発表報告聞いたのがいつだっけな、結構前なんですよ。その時からね決めてたんですよね。いつだ、ちょっと待って、写真さかのぼる。この時っていうのがあるんですよ。いつだっけ、あった、1月の終わりらへんですね。1月の終わりには聞いてたんですよ。そうだからもうその辺からお話ししてて、だからとりあえずあの U の黄色、水色、黄色の時の写真も撮っときました。スクショしといた。今変わってるので、あのぜひスクショしちゃってください。じゃあ大富豪やりたいと思います。台風やりますね。大貧民からの大逆転劇を見せたいと思います。いくぞ。てれってってって今大富豪中でございます。ペコリ、今から実況したいと思います。 U からスタートです。3を、はあ迷うな、3を2枚出します。はい、もう出せません。あの1までしか強いカードがなくて、だから誰かもういっそのこと革命しちゃってくださいな。10ベットしてるかな、してる。え待って、マジで出せないやん、こうなったら。いいよ、もう13出したらもう出せるカードないっていうレベルでないんだけど。みんなやってくれてますか？あ、革命来た。革命来ました。革命来ました。来てる来てる来てる。勝った勝った勝った。あ、勝ってない勝ってない。勝ってないけど。いいよ、大富豪の人はもう上がっちゃってくださいな。いいよいいよ。全然いいっすよ。
どうしよっかな。7。革命、あ、待って、言うやん言うやん。11。5。縛り。ええやんええやん。待って、言うね。何としてでも符号で上がるんで。10。あー、やばいやばい、負けた負けた負けた。符号では上がれんかった、悔しい。あー、勝った、勝ちました、貧民です。みんなが称号をもらえるように始まる分教えてください。あ、押すとき、了解っす。今ゲームが終わったので、次29分になったら押します。29分で。え、なりすまししようかな。え、でもなりすましって書かれるのめっちゃ恥ずかしいんだよね、言う。だから一旦符号でいきたいと思います。29分からスタートで。頑張れ頑張れ。みんな U のカード使ってくれてる？U のさ、誕生日カード欲しいんだよね、自分の。当たんなかったと思う、当たんなかったと思う。では頑張ります。ペコリ。あ、また言うからだ。あ、でも忖度してくれなかったな。はい、頑張っていくぞ。おおおお、あ、待って待って待って、危ない危ない危ない。よかったよかった、もう慣れた。あ、なりすまし、でもなりすまし使ってやるのって、でも確かに天才だよね。やるべきだよね、本当は。そうやって謎のプライドね。あー、ちょっと今回あんまり良くないかもしれない。みんなさ、大富豪配信やってるメンバーとかいるじゃん。どうやってやってんだろう。マジさ、一個のことにしか集中できないからさ。やばいじゃん、こんなん無理じゃん。無理だ無理だ。そういえばサイリウム変えたとだけ書いてあるって、やばいよね。後でツイートうまくできたらします。負けた。やっぱりさ、大富豪の人強いね。強いわ、さすがっすわ。待って、これマジ賭け、マジ賭け、マジ賭け。あ、いや、ボタ、はい、負け、賭けに負けて負けました。大貧民です、きっと。もう負けたからいいや、もういいんだ。お、3位だ、やった。でもさ、恥ずかしがらずに大富豪でいくわ、言う。なりすましちゃう。うん、11位になりました。イベントランキング、自分の。
でも自分のランキングで1位になりたいんだよね。自分のランキングの1位っていうの、そんなに大富豪や今までやったことなかったから、恥ずかしながら。ちょっとみんな3位ってさ、絶妙なラインだよね。宮森さんはマジで大富豪を引っ張ってってくれてるので、ちょっとゆうはそれに続けるように。そこまで強くないじゃないですか、全然強くないから。頑張れる、頑張れる分だけ頑張りたいなと思います。なんか今日こっちの前髪ちょっと無理だな。ではみんな今コメント書いてください。わかりました。とりあえずサイリウムのことを言いまくりたいと思います。買いました。ではでは、みんな U のカード使ってる？使ってる？ちゃんと使ってる？あと30分だけ U のカード使ってください。今この配信を見てる皆さんだけ。では大秘民から大王になるまでスタート。あ、やっちゃった。活動活動活動。お、3が4枚ある。どうしよう。あ、ピコリ。とりあえず3枚出しとく。あー、でも今回ちょっと負けちゃいそうな気もするんだよね。そういうニシピのひらめき持ってんだ。勝てそうにないんですけど、どうしよう。あ、こまま。むずいな、大富豪って。え、ジョーカー1枚使っちゃったら U の取ってる意味ないじゃん。待って、もう最悪やらかしました。やらかした、負けた。絶対負けじゃん、こんなん。 U3 出すでしょ。お、縛り6。お、5、11。え、マジ2出してほしくなかったよ。厳しいな、みんな。みんな厳しいな。厳しすぎやろ。厳しいですね、みんな。よし、よいしょ。忖度してくれなかった。お、符号になりました。最後の1枚の時はもう時の流れに身を任せる。負
確かにこの時間だもんね、みんなが散ってるよね。あ、10位になりました。嬉しい。1,000,100,100,100,000,100,000,200,000,800ポイントってそれだけでもすごいのにね。やっぱりさ、最終的にポイントをさ人数で割っちゃうからさ、みんながみんな高くいないとね、人数的にもあれだから厳しいですよね。難しい。カノさんのが反映されないっぽいんですよ。だからカノさんのファンの人、アミさんとだとみんなやってるよね。10時ぐらいからいいわ、本気出したいなと思うので、ショールーム終わったぐらいから。でも今この期間に大富豪頑張ってるじゃないですか。だからね、今後大富豪のイベントとかあった時に自分も頑張れる練習になるかな思って頑張ってます。みんな頑張ってるのよ、本当に。みんなすごいから。ときめき、ユウのときめきはさ、ユウに会わないともらえないやつなんだっけ。では何分からやるか、40分からやります。40分からやりますね。ダダーン。ユウさん、本当にとてつもなくさ、なんか飽き性なんですよ。いろいろゲームとか何にしても、うわー、もったいないことしたな。だからこれはなんか久々にどんぐらい優が続けられるのかっていうね、チャレンジでもありますけどね。40分過ぎてた。マジ？それはちょっとやらかしてしまったな。縛り、めっちゃ下手くそな財布をしてるわ今言う。せっかくいいカード揃ってんのにもったいな。あ、待って待って、めっちゃわかんない、めっちゃわかんないが一回パス。
めちゃめちゃ分かんない戦い方してるわ。ユウワンチャン革命されそうだし、え、待って、ダメじゃん、ダメなんじゃん。ちょっとちょっと、え、待って待って待って、まあいいわ。え、待って、やばいやばいやばい、もうこれはラスト1枚なんでオートでいきます。今月は大富豪配信頑張るの、いやいやとか言って、今月でも普通のさ、なんていうの、大富豪配信だというこういう人だから一個のことに集中できなくて、配信がさ全然コメント見れなかったりしてるわけですよ。あと喋れないっていう、あ、大富豪になった。え、サイリウム変えたん？サイリウム変えました。実はあの公式プロフィール見ていただいたら変わってると思います。今日から変わりました。だってさ、ほぼさ大富豪配信という名の放置配信だよ。配信放置してるからね。だからさ、メンバーどうやってやってんのって思う。もう U のサイリウムがまとめられてる。え、なんでなんで？早っ。まとめられるの恥ずかしい。コミショ出ちゃう。大富豪になったから、もうこれはめっちゃベットしてチケットも使います。あ、でも、あ、待って、45分やります。大富豪だから優がルーム作るのかな。45分から行きますね。携帯の画面見せるの恥ずかしいもん。どうだろう。サイリウム変更って結構重要なことよ。あ、やっぱそうか。え、待って待って、あ、当たってないですね。当たりませんでした。ペコリ、頑張るぞ。待ち受けが気になる。あ、ユー待ち受け何にしてたっけ？ちょっと後で見てみる。え、待って待って待って。12、13。うわー、微妙。出しちゃいます。てるかな。あー、いけそうな気がするけどなって言ってるとダメだったりするから気をつけます。
待って、あと13分しか配信できないわよ。すみません。ユウの待ち受けはね、なんモデルさんですね。カメフレのラジオ出るんだねって。あ、そう、カメフレのラジオは時間的にユウとエナちゃんは出れないんですよ、全部。だからみんなが告知しに行ってくれます。やったー、勝ったー。え、4人抜き。え、5位。え、ガチ5位だよ。5位やん、ユウすごいやん。10ベッドのパワーして、そのあれ、一番下のチケットのなんか10倍みたいなやつもやって買ったから。50分から始めます。頑張れだ。逆にみんなはこの今のユウの語彙を抜かしてくださいね。めっちゃ鬼なこと言ってるけど。50分。うん、ラグがね、あると思うんですけど。うん、早っ。と、当たったんじゃない？これは今配信見てくれてる方か？違うかな？ユウのカード使ってくれてる方に会いました。果たして見てくださっているのでしょうか。あ、しーちゃんから LINE 来た。ちょっと待って ちょっと待って。早く勝つから。あ、勝ちました。しーちゃんから LINE が来ました。今大富豪
で今言わ買ったんですけど、皆さんの大富豪を見ております。ピコリピコリ早く。しーちゃん推しの皆さん、今からゆうがしーちゃんとの LINE を既読します。お、4位、あ、5位だ。では LINE 見ます。そうなの、嬉しい、ありがとうって来てました。ちょっと今事情説明しますね。今ショールームやって発表して、そのまま3に生 LINE した生 LINE した今なう、今もやってる。みんな湧いてるみんな湧いてるって言うこと言った。見に行こうって、あと6分しかないけど、みんな湧いてますよね泣いてみんな号泣しちゃってるから、泣いちゃったよ。しーちゃんまだリーゼント、いやでも最初のあのしーちゃんがその初期設定みたいになってたら普通の男の人みたいなやつになってると思うけど、ゆうが最初から最後までしーちゃんに設定したのはまあリーゼントですよね。余裕でリーゼントいやでも確かにあのしーちゃんのさ、それでもはじめゆうこうやって発表したじゃん、しーちゃんのファンの人気づいてたもんね。リーゼントのままいたし、まあね確かにもう逆に伝説化してるからね。それ見てますおもろい見てますって LINE 来ましたよ今今しーちゃんから LINE が来てですね、あのゆうがしーちゃんって手振ったら、しーちゃんはあの手を画面に振り返してくれましたおもろいおもろい面白すぎる。そうなんです、これはハニシスの絆ですハニシスパワー
のしーちゃんって言ったの逆に。みんな見えてたよねしーちゃんって言ってたの。今しーちゃんから LINE が来たんですけど、ゆうゆうしか勝たんキュルキュルニコちゃんにハニシスタイムしてるよって来てます。ハニシスタイムしてますしーちゃんが。待っておもろい、本当に本当に笑えてもらう。あと3分しかない、あと3分しかない、やばいやばい。あ、そうなんですよ、ちょっとまだね若くて10時までしかできないんですよ。これ個人ラインしちゃってます。ひーちゃん最近珍しくゲームにハマってるらしいです。ズボなんだけど。あ、ちょっと待って、面白いですね。あ、ちょっと面白かった報告受けました。大富豪じゃなかった、大富豪のはずなんだけどね、本当大富豪じゃないとダメだよねしーちゃん。今大富豪、今ゆうかめっちゃ頑張ってるから、イベント中チームですね。ちょっと皆さん、自動で10時に切れるとき、すいません、あれ。そういう時あったんだけど、いや面白すぎる。ちょっと皆さん、もうそろそろお時間だと思うんですけど、お知らせあると思って、本当推しのショールームが終わっちゃってきた。インスタのストーリーに載っけたいぐらいおもろかった。バイバイ。